はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。昨日公開した進行してくる自転車を巻き込みながら右折する軽自動車の映像に関してですね、とんでもない数の苦情が入っておりまして、その中の一部を公開させていただこうと思います。まずは問題となったこちらの映像をご覧ください。はい、撮影者の車両が信号機のある交差点において自転車を通過させるために左折待ちをしていたところ、重要なことなので2回言いますね。左折、つまり左に曲がろうとしていたところ、何を思ったのか対向車線側の軽自動車が右折を開始し、自転車を巻き込んだ交通事故に至る一部始終の映像について公開いたしました。で、こちらの映像を公開したところですね、凄まじい数の苦情が入りました。で、具体的な苦情の内容についてなんですけれども、まあおそらくですね、大半の方が何を言ってるのか意味が全くわからないと思うんですが、こういった内容になります。あやとサロンさん、今回の動画では苦情を申し立てさせていただきます。撮影者は青信号なのになぜ直進せずにここで止まったのか、撮影者が意味もなく止まったから対向車が譲ってくれたと勘違いして右に曲がったんだろう、この事故の原因は直進している撮影者が意味もなく青信号で止まったからだ、事故に至ったのは撮影者のせいなんだから反省すべきだ、こういった内容なんですね。これ1人や2人だけでなく現時点で100名を超える方からメールでご指摘いただいております。私ですね、正直このメールを見て唖然としてしまっているんですが、皆さん意味わかります？私冒頭何て言いましたかね。この撮影者の方が左折待ちをしていたと言いましたね。左折待ちというのは要はこの交差点を左に曲がろうとしていたわけなんですね。ただ自転車がこちらに向かって走ってきたので、当然このタイミングで左折を開始したら自転車とぶつかりますね。なので自転車が通過するまで撮影者の方はここで左折待ちを行っていたわけなんですが、撮影者が直進しようとしているという勘違いをしている指摘がですね、ものすごい数入ってきているんですね。この解説を聞いてですね、まあ、どこをどう解釈したら撮影者が直進しようとしているという認識になるのでしょうか。まあ、そもそもですね、左折待ちをしているということを前提条件としてお話ししておりますよね。左折ってわかりますかね？左に曲がることなんですね。日本ではこれを教習所で学びます。左折と直進というのは全く別のものなんですね。左折というのは左に曲がることであって、直進というのはまっすぐ進むことです。撮影者の方は左折待ちをしているんですから、当然左側のウインカー方向指示器を作動させております。対向車線側の車から見たら、左側のウインカーを作動させている撮影者の方がこれ直進するように見えるでしょうか。もしそう見れる方がいらっしゃいましたら、まあ、大至急免許の返納をね、された方がいいんじゃないかなと思います。もう認知機能の問題です、それはね。もう運転技術、動向のね、以前の話ですので、この点についてはですね、まあ、ぜひ強く認識された方がいいんじゃないかなと思います。事故を起こしてからでは遅いですからね。もしですね、撮影者が譲ってくれたと認識されたドライバーさんがおられましたら、かなり高い確率で、今回巻き込み事故を起こした軽自動車のドライバーさんと同じような交通事故を起こす可能性が高いですから、これはね、十分に気をつけてください。まあ、運転適性があるかないかで言えば、まあ、ないと言わざるを得ません。で、皆さんにアンケートを取らせていただきます。こちらの映像を見てですね、私が撮影者の方は左折待ちをしていると解説をしているにもかかわらず、直進しているように見えた、あるいは直進していると勘違いしてしまったという方はぜひコメントをください。なぜその認識に至ったのかぜひ教えてください。こちらのコメント欄ね、自由に書き込むことができますから、私はそう思ったという方がいれば、ぜひコメント欄の方でディスカッションすることができればと思います。で、次に多かったのが撮影者の方ね、当然これウインカー左に作動させているわけなんですが、もう少し頭を突っ込めば良かったんじゃないか、つまり右折の車がですね、ブロックされる形になるから右に曲がってくることはなかったんじゃないか、これは撮影者が悪い、こういったような意見ですね。で、この認識に至った方についても全く運転適性がございませんので、早急に免許の返納をね、お勧めいたします。つまり撮影者の方が左折をする際にですね、もう少し左に頭を突っ込んで待っていれば良かったんじゃないか、こういった意見だと思うんですが、これ非常に危険です。この認識は極めて危険ですね。基本的にそんな配慮をされないと自分が譲ってもらったと勘違いしちゃうようなドライバーさんであれば、これね、もう遅かれ早かれ事故を起こします。撮影者の方についてももうここまでね、面倒を見る必要はありませんし、まあ、正直ね、面倒を見る義理もないと思います。まあ、仮にですね、左折待ちの撮影者の方が横断歩道で止まっている、これを見てですね、あ、俺譲られてんのかなと思って右に曲がっちゃった、この段階でもうアウトなわけですね。要は撮影者の方がなぜここで左折待ち、つまり左のウインカーを出して止まっているのか、この理由がわからない、その理由について周囲を見渡して思考が及ばない、
つまり横断歩道を渡ってくる歩行者や自転車がいるから止まっているのかな、じゃあ周囲をよく確認しよう、こういったような行動ができないドライバーさんについては、これ運転適性がありませんので、もう遅かれ早かれ事故を起こします。もうこれしょうがないです。撮影者に何の落ち度もありません。これ悪いのはですね、全面的に事故を起こしたドライバーです。これはね、明確に考えておいていただければと思います。まあ、優しいドライバーさんだとね、まあ、俺がなんかできることがあったんじゃないかですとか、なんとかこの状況を防ぐ手立てはなかったのかというふうにね、自分を責めてしまってですね、運転が怖くなってしまうという方もいらっしゃるんですが、あなたのせいではありません。全面的に事故を起こした当事者であるドライバーの責任でございますから、ぜひですね、落ち込まないようにしていただければと思います。で、次に多かった苦情としてはですね、なんで自転車が歩道を走っているんだよと、しかも右側通行、つまり逆走しているじゃないか、悪いのはこの自転車だ、巻き込んだ車は悪くないだろう、適当なことを言うな、こういったような苦情ですね。はい、お答えします。自転車に落ち度はありません。逆走などの違反行為も一切行っておりません。なぜかというとですね、こちらの歩道に関しては自転車通行可の標識が明示されている歩道でございますから、自転車がこの歩道を通行することは認められております。かつですね、こちらの自転車右側を通行しているので逆走なんじゃないか、こういった意見もあると思うんですが、逆走ではありません。なぜかというとですね、自転車通行可の標識のある歩道に関しては通行可能な方向の決まりというのはありません。ですので自転車については右側でも左側でもどちらを走行しても OK ということになります。通常のね、車道であれば当然自転車は軽車両でございますから左側を通行しなければなりませんが、今回の映像で記録されている自転車が通行しているのは自転車通行可の標識のある歩道でございますから、この規定は適用されません。左側だろうが右側だろうがどちらでも走ることができます。おそらくこういった道路交通法をご存じない方が今回のような苦情を指摘として申し立てられたと思うんですが、その指摘に関してはですね、完全な勘違いでございますので、ぜひ認識を改めていただければと思います。で、次にですね、メールとして多くいただいていたのが、自転車が違反だろうと、自転車は横断歩道を渡るときに自転車から降りて押して歩かなければいけない、これをやっていないからこの自転車が悪い、そもそも自転車は軽車両なんだから横断歩道を走って渡っちゃダメだろう、右折の車が事故を起こしたのはこの自転車のせいだ、こういったような指摘ですね。こちらに関しても完全な誤りとなります。横断歩道上ですね、押して歩かなければならないなんて法律は古今東西どこにもございません。同じく自転車が横断歩道を渡っちゃいけないなんて法律は古今東西どこにもございません。これね、かなり勘違いしていらっしゃる方が多いんですが、国家公安委員会の告示である交通の方法に関する教則の第3章、こちらに明確な記載があるんですが、自転車の横断方法について以下のように示されております。横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、あ、いいですか、次よく聞いてくださいね。横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけませんと規定されております。映像よく見てください。横断歩道上に歩行者いるでしょうか？ね、いないですよね。いないのであれば、歩行者の通行を妨げる恐れがございませんから、自転車に乗ったままでも横断歩道を渡ることができます。でも自転車って車両だから横断歩道を渡っちゃダメなんじゃないの？横断歩道の端っこを渡らなきゃいけないんじゃないの？こういった勘違いをされていらっしゃる方もいるんですが、これもね、誤りでございます。誤りです。はい、まずですね、横断歩道に関してはですね、自転車横断帯がある場合に関しては、自転車はその横断帯を使って横断しなければなりませんが、こちらの映像をご覧ください。自転車横断帯ありませんよね。ですので横断歩道の上を走って OK です。そうして自転車側に特段の落ち度はなく、全部悪いのはね、右折を開始した事故車両、事故の当事者、加害車両であるということなんですね。でですね、今回の映像に限った話ではないんですが、こういった苦情メールというのはですね、かなり数が来てまいります。ただね、一つ明確に申し上げておきますが、動画の中でね、私がお話ししている説明をきちんと最後まで聞いてからね、コメントやメールをしていただきたいと思います。そうでないと返信もすることができませんし、議論というのはですね、映像をご覧になっていただいているということが前提条件でございますので、これを見ていないのであればですね、議論のしようがないわけなんですね。あとは道路交通法に関して勘違いされている、これはしょうがないと思います。全ての方がですね、こういった自転車の規則に関しても網羅していると、完全にできてるぜって方はね、逆に少ないんじゃないかなと思います。本来だったらね、もう 100% をご理解していただいた上でね、行動を走行していただきたいんですが、100歩譲ってね、ある程度までは仕方がないとしましょう。ただですね、こういった道路交通法の基本的な知識をね、お持ちでない方については、やはり議論のしようがないんですね。道路交通法というのが大前提でございますから、これに該当しないような指摘に関してはですね、
まあ、もはや前提条件を共有できておりませんから、まあ、議論するにも至らないわけなんですね。議論のしようがないというものです。まあ、サッカーのルールを知らない方がね、サッカーのコメンテーターと対等にお話はできませんよね。まあ、それと同じで、ルールを知らない方についてはまずルールをですね、十分にご理解いただいた上で、この撮影者が悪いですとか自転車が悪い、こういったような指摘をね、された方がいいのではないかなと思います。まあ、簡単に例えるならですね、サッカーの試合を見ていて、なんでこいつらここで突っ込まんのやと言ってるおじさんにですね、いやそこオフサイドだから、入っちゃダメなんだよって言ってもですね、オフサイドってなんやねん、突っ込めやというふうにですね、まあ、まくし立てているのと同じですので、まあ、議論にならない、こういうわけなんですね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。また次回以降の動画でですね、今回の映像についてより詳しく解説をしてまいりますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさーい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。